サッカーにおいて得点シーンは当然盛り上がりますが、忘れてはいけないのがパスです。相手守備陣の隙をついた絶妙なパスは、時には得点よりも見る者を魅了します。そこで今回は日本代表戦の神パス6選を紹介します。歴代日本代表の名パサーの神パスを紹介していますので、心地よいパスを楽しんでいってください。歴代日本代表の中で最もフリーキックがうまいと言われている中村俊輔。彼の左足から放たれるボールは威力精度ともに非常に高く、直接ゴールを狙ってもよし、味方に合わせてもよしと、2000年前後の日本代表における大きな武器の一つでした。そんな中村が一種のトリックプレーのようなフリーキックを蹴ったのが、2000年アジアカップ準々決勝のイラク戦です。5分にはアバス・ジャシムに先制ゴールを許した日本ですが、7分にはペナルティーエリア手前右寄りの位置でフリーキックのチャンス。キッカーは中村俊輔。直接狙うのは角度的にやや厳しいですが、左足で巻いて無理やりゴールを狙うか、誰かの頭めがけてゴール前にピンポイントクロスを放り込むのではと思った瞬間、中村は誰もいない左サイドにふわりとした浮き球。キックミスを一瞬疑ってしまうようなプレーですが、後方から走り込んできた七海博士が威力精度ともに完璧なダイレクトボレー。完全に意表をつかれたイラクの守備陣は七海のブロックに行けず、弾丸のようなシュートがゴールネットに突き刺さります。天才レフティー2人の見事な共演、これは日本代表の歴史に残るゴールの一つでしょう。中村は蹴る前に中の様子を確認しており、完全にゴール前に蹴り込む姿勢でした。しかしそこから助走を緩めて一呼吸置き、意表をついて七海へ完璧なパス。七海へのパスの精度速度も完璧ですが、直前まで完全にゴール前へ蹴り込むと思わせる視線、助走の取り方も素晴らしいです。中村は試合の流れの中でのパスも非常にうまいですが、今回は得点の美しさと日本代表では珍しいトリックプレーということで、このプレーを選出しました。QBK や柳サイクロンのイメージが強く、ネタにされがちな柳沢敦ですが、スーパーゴールで何度も得点に貢献してきましたし、パス能力も高い有能選手です。2006年ドイツワールドカップを控える日本代表は、開催国ドイツと強化試合を行います。この試合で日本は格上ドイツに高原が最高の先制点を決めるのですが、この得点に大きく貢献したのが柳沢です。55分ドイツのコーナーキックのクリアボールを柳沢がダイビングヘッドで中村につなげます。さらっとやっていますが、飛び込みながら自身の斜め後ろに正確にパスを出すのは難しく、柳沢の技術の高さが分かります。そして中村が相手を2人かわし、立ち上がって前線に入っている柳沢へパスを出すと、柳沢はダイレクトでふわりと浮かせて裏へ抜ける高原に完璧なスルーパス。ダイレクトでパスを出す判断、タイミング、精度全てが完璧です。パスを受けた高原は独走状態でボールを運び、レーマンとの1対1を制して鮮やかな先制ゴール。この試合は82分に中田英寿による相手ディフェンダーの間を狙った絶妙なパスもありましたが、やはり高原の先制点のインパクトに加え、起点となったバックヘッド、素晴らしい切り替えからのランニング、神スルーパスと、柳沢が神がかっていたため、こちらを選出しました。前半にはワイワイワイもありましたが、しっかり結果を残すのはさすがです。これにはユニフォームビリビリにされてスイッチ入った柳沢かっこいい、エナギじゃなくてウナギで草など多くの称賛コメントが見られました。決定機には少し弱いですが、パスも上手くて万能なうなぎ沢敦史の紹介でした。長谷部誠はサッカー日本代表でキャプテンを務めていたミッドフィールダーで、中盤の要として長く日本代表で活躍したほか、38歳となった現在は日本代表こそ引退したものの、所属しているフランクフルトでは主力かつキャプテンとして活躍しています。ブラジルワールドカップでは遠藤、ロシアワールドカップでは柴崎といったパスの名手とコンビを組んでいたため、長谷部にパサーというイメージは強くないかもしれませんが、攻守に非常に万能な選手で、パス能力も普通に高いです。2011年アジアカップの準々決勝のカタール戦、日本は11分にセバスチャンに先制ゴールを許すも、27分には香川のゴールで同点、そして62分にはファビオ・モンテシンに直接フリーキックを決められます。この時川島はラインの内側でセーブしていますが、できれば外側で止めてほしかったです。それでも日本は69分に再び香川のゴールで同点、一進一退の攻防が続きます。試合が動いたのは88分、
本田が前線でボールを奪いシュートを狙いますが、相手ディフェンダーにブロックされます。こぼれ球に岡崎が反応しますが、これもブロックされます。こぼれ球を遠藤が拾ってパスのタイミングを伺いますが、相手ディフェンダーに後ろからチャージされ、パスがずれて長谷部の元に転がります。長谷部はゆっくりとボールに近づき、右足一閃、抑えを利かせた高速グラウンダーパスは相手ディフェンダーの間を抜けて香川の足元にドンピシャ。香川は相手ディフェンダーのファール覚悟の激しいディフェンスにボールを失いますが、こぼれ球を井上雅彦が押し込んで決勝点、3対2で日本の勝利となりました。長谷部のパスはダイレクトで香川に出す判断、パススピード、精度全てが完璧でした。余談ですが、この一連のプレーに絡んだ選手は長谷部と井上以外全員思いっきり削られてます。これには4連ファールで草、暴力ディフェンダーを切り裂く長谷部の神パスなどのコメントが見られました。ラフプレーに苦しめられながらもプレーで結果を残すのは本当にかっこいいですね。日本が誇る天才パサー遠藤康人、身体能力に特別優れるわけではありませんが、ずば抜けたサッカー IQ と判断力、足元の技術を持ちます。あとガチャピンによく似ていると誰かが言っています。安定感のあるビルドアップ、攻撃のスイッチを入れる縦パス、セットプレーでの得点アシストと彼の存在感は非常に大きいです。2011年アジアカップ準決勝の韓国戦では、遠藤のパス技術の高さが一目でわかる神パスがありました。16分香川とのパス交換からフリーで前を向くと、本田に縦パスを入れます。本田がダイレクトで再度遠藤に落とすと、遠藤は右足ズドン、左サイドを駆け上がる長友に完璧なスルーパス、長友がダイレクトでクロスを上げ岡崎がフィニッシュ。相手ゴールキーパーのファインセーブに防がれて得点とはなりませんでしたが、スピーディーで素晴らしい攻撃でした。遠藤が何気なく出した長友へのスルーパスですが、かなり難易度が高く見えます。パスが弱ければ相手ディフェンダーにカットされますし、裏に広大なスペースがあるわけでもないので、強すぎると長友は触れなかったでしょう。しかも本田の落としは少しボールが浮いており、抑えを利かせて早く転がすのは至難の技です。浮き球のパスであれば簡単に裏を狙えたかもしれませんが、その場合長友がダイレクトでクロスを上げるのが困難になってしまいます。さらに付け加えると、初速は速く、かつ裏のスペースで止まるように遠藤はボールにバックスピンをかけています。丁寧すぎて何度見ても鳥肌が立ちます。遠藤自身パスにメッセージを込めると語っており、あのパスには長友にダイレクトでクロスを上げてくれというメッセージを込めたのかなと思います。パス一本で試合をコントロールしている感じが、サッカー好きにはたまらない神パスでした。続いても遠藤の神パスです。遠藤好きにはたまらないブラジルワールドカップアジア最終予選のヨルダン戦をご紹介します。まずは4分、左サイドにサポートに向かった遠藤がボールを受けると、相手がラインを上げる瞬間を狙って斜めにランニングする岡崎にピンポイントのフライパス。岡崎は胸トラップからオーバーヘッドキックでゴールを狙うも、相手ゴールキーパーのファインセーブに阻まれてしまいますが、相手の守備陣の隙をついて一瞬でゴールに迫るパスを出せるのが遠藤の素晴らしさです。さらに20分、この試合におけるベストパスが見られます。内田が右サイドでボールをカットされ、こぼれ球は遠藤の元へ。この瞬間、相手ディフェンダーの間のスペースを狙って斜めに走り込む本田の動きを遠藤は逃しません。こぼれ球を再び拾おうとする内田を手で制しつつ、ダイレクトでふわりと浮かせて本田にドンピシャの神パス。本田がゴールキーパーとの1対1を冷静に決め切り、見事得点につなげました。遠藤の元にこぼれてきたボールは少しバウンドしていましたが、そんなの関係ないと言わんばかりの脱力したインサイドキック。一切無駄な力がかかってませんし、一歩も動いていません。シュートの際、大振りしすぎて宇宙開発してしまうフォワード陣は、この脱力感を見習ってほしいです。さらに2対0でリードしていた29分、センターサークル付近でボールを持った遠藤は前方のスペースに走り込む岡崎にドンピシャのフライパス。同じような状況で岡崎にパスを出せる日本代表の選手は他にもいると思いますが、遠藤の凄さは蹴るまでの速さとその精度です。岡崎が走り出すと同時に蹴り出し、岡崎が減速することなく前向きでボールをトラップできる位置に正確にボールを供給しています。その結果、岡崎はいい体勢でシュートに持ち込むことができ、いい形でシュートを打つことでセカンドチャンスから得点も狙えます。まさに遠藤劇場、一つ一つのパスが美しすぎます。これにはやっとさん神すぎる件について、日本のトニクロース、恐怖のガチャピンなど多数の称賛コメントが見られました。パスに関して歴代日本代表トップと言っても過言ではないと思います。もう一度代表で見てみたいですね。
4年前ロシアの地で起きたロストフの死闘。日本は当時 FIFA ランク3位の超強豪ベルギー相手に2点を先制するも、ベルギーの巧みな采配と自力の差により2対3と逆転されてしまった伝説の試合です。ちなみに日本はこの大会でベルギーから2点以上奪った唯一の国です。普通ならボコボコにされてもおかしくない実力差のベルギーと、ギリギリの試合をできたのはやはり日本が先制点を奪えたという点が大きいです。日本は守備陣の奮闘もあり、前半戦をなんとか無失点で折り返します。そして47分、乾貴士がボールを奪ってセンターサークル手前の柴崎にパス。この瞬間爆発的なスプリントで右サイドを駆け上がる原口。柴崎は原口が前線に到達するまでのためを作り、相手ディフェンダーがギリギリ触れない位置に針の穴を通すような絶妙なスルーパス。パスの強さも完璧で、ちょうどボールを受けた原口は十分なスペースがある状態でゴールキーパークルトワと1対1の局面を迎えます。原口は相手ディフェンダーが激しく寄せてきたら切り返すつもりで一呼吸置きますが、来なかったのでもう一度前を向き直します。この動きでニアへのシュートを警戒したクルトワは少しニアにポジションを取り直しますが、原口はファーへのシュートを選択。クルトワの長い腕もわずかに届かず、サイドネットに吸い込まれます。ここまでの条件が揃ってようやくゴールを奪えるのが世界トップレベルのゴールキーパーです。しかしそれが実現できたのも柴崎の絶妙なスルーパスの賜物。自身もプレッシャーを受ける中でタイミング、精度、強さ、全てが完璧なパスです。完全な余談ですが、先月日本代表戦を観戦しに行った際、日本代表のユニフォームのうち大迫と柴崎のユニだけ売れ残っているのを目撃してしまいました。最終予選のサウジアラビア戦などの影響で評価が下がっているのは分かりますが、パスやミドルシュートの能力は今の日本代表でもトップクラスだと思います。好きな選手なのでカタールワールドカップに向けて頑張ってほしいです。今回は日本代表戦の神パス6選を紹介しました。得点もいいですが、相手の隙をついてチャンスを生み出すパスもサッカー好きにはたまりませんね。特に前世紀のヤットさんは本当にすごかったです。皆さんの思う神パスもコメントで教えてください。それではまた。